皆さんこんにちは、もしくははじめまして、山根拓海でございます。今日我々これから、出演者3人を持ちまして姫路市をぐるりと回りたいと思います。ただし、ただ回るだけでは面白くありませんので、少し趣向を凝らした回り方をしてみたいと思います。姫路の名所ポイントを皆さんにたっぷりとご堪能いただきます。逆行で申し訳ないけれども、じゃあまず向かって左手の自己紹介をお願いしますよ。自己紹介、名前と職業をお願いします。はい、プロダクション片岡企画所属です。はい、高田翔です。はい、で加工機の営業やってます。はい、高田春樹です。はい、会社員の春樹くんね。どうもはい、どうも。はい、ではこれから、はい、本日の企画を説明いたします。では企画の説明に入りたいと思います。はい、翔くん、はい、前もって企画伝えてたと思うんだけれども、覚えてる？はい、限りなく、はい、ホームビデオで、はい、限りなく普段のような感じでグダグダ言うなで、ね、名所を巡りつつ、うん、ただね、名所巡るって言っても前は何かキーワードを決めて、テーマを決めて回ろうって言ってたよね、この間。覚えてるかな、ハバタンです。テーマだよ、テーマ。テーマ。ハバタンです。テーマはもうね、今回は、前回は何ですかね、参加してないんですか。国体だよ。そうそう、はい、国体。兵庫県で行われました、兵庫国体。国体です。その名所を巡ろうと。巡ろうと。その企画を。姫路市で行われる競技、ね、例えば野球であったり、例えばバスケットボールであったり、その競技場を巡って、競技者の皆さん方を応援し、激励しようという企画をやってました。やっていこうと。まだ始まってない国体、応援。あ、ええ、ちょっと待って。もう始まっとったんけ、国体。あ、始まったやつは始まったのかいな。姫路はまだじゃなかった。まだやった。まだ始まってないの？まだや、日にちが。マジで？うん。あ、そっか。ほら、ほら。9月30日。あ、全然違うじゃん。なんで山根くんこれ。盛り上がってるからさ。開始早々つまずいたね。どうしようこれ。とりあえずさ。あ、じゃあ。あ。ごめん、俺すごいもの用意してた。こんな今からなんか案変。抽選箱。抽選箱。しかもこのガムテープ貼りっぱなし。もう手作り感満載のこの手作りの。でもちょっとなんか上はシャレって出しみましたみたいな。ちょっとこれは抽選箱です。そんなものがありました。たまたま偶然で、ボールも飛んできたよ。この暑い中、まあソフトボール、草野球やっておられる方もいらっしゃる。あ、こんなハプニングもあいつらは何もやっとんやっていうぐらいの感じで見られてます、ね、多分ね、かなり変人を見る目だったと思いますよ、はい、まあ二度と会う人ないからね。いいと思いますけど。抽選箱の中には当然何かクエが入ってなきゃおかしいですよね。なんかいろいろ入ってますね。まあでもこれはまあまあちょっと1枚引かせてください。はい、えい、なんか数字が書いてありますよ。30。マクドナルド花田店、なんか書いてありますね。指令。今マクドナルドでおすすめの一品を買う、ついでにスマイルもゲット。え、これはつまりこの通りにしろということでよろしいですかね。まあ僕で一番気になるのはこの30っていう数字が、あ、30個あるのか。 30、 その30の謎ですよ。なんだ30って。なんかまるでなんか ね、ビンゴのような。ビンゴのようだな。でもいや、ちょっと山根君、こんなんいきなりさ、こんなん抽選箱が用意されても、たまたま、あ、たまたまこんなものがあった。ビンゴカードが、これ、ビンゴカード。いやいや、本当に偶然。なんかもうこの企画された感満載のこの、なんだこの準備の良さと段取りの悪さみたいな。
というわけで本日の企画発表させていただきます。はい、国体はまだやってないので、はい、本日の企画、正式な企画はですね、姫路市周遊ビンゴゲーム大会、イエーイ、始まりましたというわけで、早速30引きましたので、はい、マクドナルド花田店行きたいと思います、はい、とりあえず穴開けましょう。じゃあフリースペースのところ開けてください。はい、パチッと、はい、ガツンと、はい、はい、じゃあ次マクドナルドの30番を。これは指令を果たす前にも開けちゃっていいですか？もうそれは開けちゃって構いません。はい、30ということで、はい、パチッと、はい、開けちゃって、はい、開けました。でこれをですね、はい、本日のタイムリミット5時半、17時半までにビンゴさせましょうという、はい、企画でございます。ただいま、現時刻、はい、10時45分と、はい、で次の、ね、次のチェックポイントに行くまで新しいくじを引くことはできません。そして指令は確実に、はい、実行していただきます。もし指令を実行できない、実行不可能だ、もしくはこんなことやってられるかというようなことになった場合はですね、申し訳ないんですけども罰ゲームの方を用意させていただいております。これはきつい、これはきつい、この辺でいいか。じゃあ罰ゲームこれはきつい。というわけで本日は時間との戦いですので、さっさと行きましょう。もう、はい、じゃあ姫路城に向かって行ってきますをお願いします。行きまーす。